今日から新しいカメラにしました。試してみます。この建物は昔の病院の跡です。昭和の時代は産婦人科として営業していたそうです。すごい森の中にあります。かなり大きな敷地です。使われてないガソリンスタンドの跡地でしょうかね。なんかメーターみたいなのがあります。古い美容院ですね。私のオカマタイプのあのパーマの機械が置いてあったりします。すごく古いですね。渋い感じです。なんじゃもんじゃの木、円龍寺の菩提樹です。この菩提樹は、昔、その昔一人の千貫寺僧がこの寺に来た時に持っていた一本の枝を門前に突き刺したのが根付いて大きくなったと言い伝えられています。インドのお釈迦様の話に出てくる菩提樹とは別種の木だそうです。古い石碑ですね。広いところに出ました。ここに見える林のようなものは鎮守の森ですかね。ちょっと進んでみたいと思います。見事な、鎮守の森ですね。中に入ってみたいと思います。右に道を曲がります。綺麗に草が刈られています。中に社があります。水神宮って書いてますね。田んぼの、
田んぼを守ってる神様でしょうか、鳥よけの鷹の形をしたカイトです。堤防の階段を登ってみたいと思います。夕日が綺麗です。